の心に火を灯す。こんばんは。こんばんは。水晶、水晶きれい。水晶。皆さんお元気でしょうか。なんかどんどん地球が綺麗になってるみたいですよね。おばさんはあまり片付け得意じゃないよ。得意じゃないけど、最近作ってない。これ作らないとね。最近でもないけど、ちょっとしね、また紹介します。セイクリッドセブン、スーパーセブンっていう石と、これね、ちょっと珍しいね、こういうね、あのローズクォーツとイエローカルサイトのこのキーホルダーと、これ何の石か忘れた、ガーネットと、あとなんか忘れた、これそう、あとね、この猫と、あの白い、このこれ、ネットショップどうしようか、まだ上げてないけどね、考えてます、またさ、なんだっけ、最近ね、話題、あ、そうだ、これさ、これはね、あのリメイクしたんですよ、去年習いに行ったワイヤーアートのさ、このワイヤーが錆びちゃったんです。てリメイクして、これ作って、これネックレスにしたの、ね、なんてこのね、パワーストーンじゃこんな可愛い、なんか可愛いにいいんでしょうって思っちゃうまあこれ服またちょっとね、遊びじゃないけど、気になった本なんですけどね、これね、びっくりしたんだよ、この何かね、あのツイッターでさ話題になったから、これ読んでみたの、これすごいよ、これなんか いつだっけ、2017年に書かれた本で取り寄せました。なんかすごいこと書いてある、これいい勉強になるということと、あとね、これね、なんだっけ、この本もね、気になった、あのほら、ジョージタンさんがさ、言ってたよ、
いいかもね、これ。それとですね、なんか商品紹介なるんですけど、なんかここは第三の目、あとなんか消化体は水晶でできてるっていうので、ここを活性化するには、これいいのかね。これをさ、水に550ミリリッター以上の、ね、水に、ミネラルの水に入れて、さらに私ちょっと塩を足して、ね、1日かけて飲むんですよ。これね、わかんないけど、毎日ね、白髪抜いてたんだけど、昨日白髪から黒髪が2本生えてきた。びっくり。思い当たるのはこれしかない。ここの活性化するのどうしたらいいのかなってもわかんないけどさ。これ隕石のオイルね。オイルをこ、私こことこことと、このなんか胸のとこにちょっとちょんちょんちょんってやるの、ちょっとね、足すんですよ。なんだろう。あとほら、やりたいこといっぱいある。これ気になってね、これの1ページ目に、これなぞるだけでいいんだよね。これペン1本で竜とつながる写真、なんかこんな風に、まあただなぞるだけだけど、これなぞ、筆ペンでなぞるだけで、あ、でも、あ、なんか形になってるということでね。最後にあれしようかな、ひとりさん占いにしようか。はい、困った時についてるって言えないよね。だから口癖にするといいよ。成功する人は良い口癖を持っています。失敗する人は悪い口癖を持っています。たったそれだけで人生が決まってしまうのだから怖いですよね。ついてるついてるっていう口癖はあなたを絶対に幸せにする口癖です。普段から何度も何度も言ってください。笑っちゃうほど良いことが次々と起きますようだ。はい、ありがとうございました。では失礼します。